に背中に的を描いて刺すっていうのをやるんですよ。え、それはないです、遊びでですか。まあ半分いじめですけどね。いじめない、ちょっと半分いじめですか。やったことあるんですか、それは。やったことあるし、やるし、男のノリみたいな、根性焼きみたいな。そうそうそう。じゃ刺されてたんですか、背中に。刺されますね、的なんで思いっきり刺されますね。刺さるんですか、タッチって。本気で投げたら刺されます。それ結構何本もやるんですか。3本とかですけど。なノリいいっすよ、自衛隊って。ちょっとノリがあるんで。ドリンのところあるっすよ。ドリンで済みます、それ。ゴンジャキの方がやばいでしょ。ダンスの方がやばいっす、だってあれ。ゴンジャキやったことない俺。これ押し付けるやつでしょ。あんな無理や俺。それこそ俺昔禁断ボイスでありましたよ。ゴンジャキよ、初コラボの時に。どっちがゴンジャキ何本できるか。いるぞ俺、やってましたね。あと残ってるんですか。あと残ってないっす。なんかもうチキンレースみたいになっちゃって、もうどんどんやばい感じになって、でなんか最初はここにあるじゃないですか、でもこんなもんみたいな感じになったんですよ。そしたらなんか結構田中結構ね、頑張り始めて、お腹とかやり始めて、そしたら、なんか、ヘキコとかも顔をやり始めて、ちょっと当てるだけ。そうそうそう。で、そしたら、なんか顔の本数増やそうみたいな感じで、なんか2本やったりして、最初にこんな、まとめてこうして、やりました、やりました。まとめた方が来ないですよ、火が。要は、接地面がないんで、あんまり来ないですよ。その情報、いらん。やることないんですよ。1本の方がやばいです。もう来たいときですね、YouTube です。しかも禁断で過激でやばいみたいな感じになりました。俺らも過激だったんで、舐められちゃいけないみたいな感じで、一回禁断バチボコにしようみたいな感じでそのやったんですよ。そしたらなんか肉泣いちゃって、なんか膨らんだって、なんかもうやばい感じになっちゃって、エロ本の朗読もしましたね。エロ本の朗読もしましたね。めっちゃおもろいやん。して石端の外国人の人と、まあ、許可取ったんですけど、めちゃめちゃ T シャツビリビリ破きましたけど、許可取りましたね。昔はそう激しかったっすよね。